はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルリオ編ですね、こちらの極上フロア4ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー小太郎ですね。拡散ヒール、トレードパワー、共同の旅路、シルバーフェイクをつけております。そしてディーパスですね、やらせてスキルゲージ回復、カバウをつけております。続いてシーザーですね、知能を怖くないと死神の世界をつけてます。そしてフレンドがジョータロですね、ドキタロ、こちらですね。では参ります。まあスタンバイにもね、何か入れたら良かったのかもしれないです。まあこれで大丈夫でしょうということでやっております。さあ行きましょう。いきなりディーパスです。そして CS ですね。さあ行きましょう。一応これは逃げておきましょう。大丈夫ですけどね。さあこれで、さあこれで大丈夫ですね。かばってくれてるので、じゃあまあ大丈夫ですね。これで第2ラウンドです。さあマニッシュボーイがやっております。ここはマニッシュボーイを倒して、なるべくなら真ん中でね、真ん中にはいけなかった。ここ大丈夫ですね。良かったです。4スマで良かったです。つくづく思います。良かった4スマで。さあここでね、気になるのが、あ、こちらは死亡地カウンターないんですね。では行きましょう。気にせず、なるべくアイテムを破壊して、おっさい、届いてなかった。さあ第3ラウンドですね。さあ第3ラウンドは根性のところですね。なぜなら、あ、ここも大丈夫ですね。10ヒットではなかったです。もう久々にやるから忘れております。さあ行きましょう。もうエンルールを見たら10ヒットコンボカウンターだとばっかり思ってますので、いけないです。さあゾウも降ってきましたので、ゾウも倒していっちゃいましょう。倒せましたね。そして最終ラウンドです。さあリオが
出てきました。ここはね、D パース、シーザーでも使っていきたいのですが、まあ、倒せちゃうんだよね。いっちゃいましょう。シルバーフェイク強しです。はい、無事クリアしました。ありがとうございます。これで極上ね、ディオ編の極上をクリアすることができました。誠にありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただきありがとうございます。では続いてはですね、タワーバトルの究極ですね、ディオ編の究極、こちらを攻略していきたいと思います。ではラストバトル。